男性が好きな女性に見せるはっきりとした脈あり行動にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。彼があなたのことを好きでいる、好意を抱いてくれている、それはなんとなくわかる。だけども本当の本当にそれは正しいのか、彼の本当の気持ちは自分に向いているのだろうか、そんなことを考えるとき、こんな彼の行動や態度を見ることによって彼があなたに対して本気の恋愛感情を抱いていることがわかるんじゃないでしょうか。じゃあどんな行動なのかという話、代表的なものを今日は7つご紹介をしていこうと思います。彼がどんな態度や行動を見せるかに関わらず、あなた自身がぶれない心を作るためにはどうすればいいのか、目先のことに右往左往しないで執着を手放すための自分軸の整え方についてはこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、ぜひご都合を合わせてこちらお越しいただくと、2日間の本格的なセミナーで2日間とも僕がずっとご一緒させていただくので、そこでいろいろ聞いていただくこともできるんですが、今日は日常の、ね、彼との関わりの中で、この人私のこと好きなんだよな、あれ脈ありなのかな、いやでも本当はどうなんだと思うとき、彼がここまでのことをやっているんだったら、それはもう脈あり確定だと思っていいんじゃないですか。それはあんたのこと好きだよねというふうに思える態度や行動、代表的なものをご紹介していこうと思いますが、もちろんここでご紹介させていただく話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の概要欄説明欄にこれもリンク出ていますから、こちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時をご入力いただいてお申し込みください。ということで、今日は男性が好きな女性に見せるはっきりとした愛情表現、脈あり行動ですね、代表的なものを7ついきたいと思います。その字の1つ目はこちらです。はい、無理をしてでもあなたに寄せていく、多少ね強引かなとか、多少無理してるどころかちょっと大変な思いをしてるんじゃないかなと思ってもあなたに合わせる、彼がものすごく忙しくてね、なかなか会う時間もないんだけど、でもあなたがね、ちょっと会いたいなみたいなこと言ったら、もう無理くりね、まあ他の仕事をもう後回しにしてでも、他のお客さんとのアポイントをね、別の日にリスケしてでもあなたと会おうとするとか、またあなたがね、ちょっとこういうご飯食べに行きたいな、でも彼ちょっとそれ苦手なんだよなってね思っていながらも、でもあそうなんだ、なんとかさんが食べたいってなったら僕それ喜んで一緒に行くよみたいなね、いや大丈夫なのかなとか思ったりもするけど、でも喜んでね美味しそうに食べてくれる、あれなんか本当は好きじゃないのかもしれないな、いやいや好きだよ、だってなんとかさんが好きって言うんだったら俺も好きだもんみたいなことまで言って寄せて寄せて合わせてくる、こういうことでちょっとね、やりたいことがあるんだけど、まあ、こういうとこそのために行きたいんだよねって言った時に、まあ、彼が、まあ、ちょっとね経済的にもしんどい状況なんだけど、もう頑張ってちょっとお金工面して、あ一緒に僕それ行けるようになったからなんていうことを言ってくれたりとか、まあそのやり方とかね手段方法アプローチっていうのはいろいろあると思います、まあ、だけども、まあ、普通そこまでやんないよね、いやなんでここまでやんのかな、いやなんでそこまで私に寄せてくるわけと思う時は、それは寄せることによってね、僕はあなたの近くにいるんです、あなたの近くにいたいんだ、僕と君は同じなんだよねということをあなたに必死のねアピールをしているというふうに思っていただいていいんじゃないでしょうか。まあ、なんとなくその場その時その瞬間だけさ、なんとなくねあなたの気分に合わせて、まあちょいちょいこう話を合わせるようなことっていうのは、それはみんな誰でもすると思いますけど、まあ、ここで言ってるのはね、ちょっと無理をしてまでとか、まあ、ちょっと大変な思いをしてまでそうするっていうことは、まあ、かなり好きだよねというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして2番目はこちらです。はい、まあ、1番目の話にちょっと関連するんですけど、期待をね、常に上回ろうとしてくれるんですよね、あなたが彼にお願いをしました、50のお願いをしたんだけど常にね70で返してくる、100のお願いをしたら150で返してくる、ちょっとねこう誕生日になんかプレゼントを
彼はくれるんかなと思って、まあでも私こういうのが欲しいからっていうふうに彼に言ってきました。その期待をね、はるかに上回るようなものをあなたにプレゼントしてくれるとか、じゃあちょっとご飯行こうよなんて言うから、じゃあ居酒屋でも連れてってくれるのかななんて思ったら、居酒屋どことかね、ちょっとこうびっくりするようなお店に連れてってくれるとか、まあそれがいいとか悪いとかって話だけじゃなくて、あなたがね、期待していたことをできる限りこう上回って、あなたに喜んでもらいたい、あなたに笑顔になってもらいたい、そういう姿勢をね、見せてくれているかどうかなんですよね。だから何をしているかっていうことよりは、あなたの笑顔を見るために常にあなたの期待をね、いい意味で裏切り続けようとする努力をしてくれているかどうか、まあ、そこまでするっていうことはさ、そこまでしてあなたの笑顔を見たいっていうことは、まあ、よっぽどあなたのことが好きだし、そして、そういうことができる俺なんだよということをあなたにね、一生懸命アピールをしているというふうに思っていただいていいんじゃないでしょうか。人の気持ちはね、常にやっぱり期待値をどれぐらい上回ったか下回ったかによって決まってしまうというお話、まあ、こういうお話の中でもね、ちょっとさせていただいたんですけど、彼があなたの期待を上回ることによってね、あなたの気持ちを揺さぶりたい、動かしたいということもある、この辺の話で詳しくご紹介差し上げていると思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てます。関連する動画は他にもいくつかご紹介差し上げているので、合わせてご覧になっていただくといいと思いますけど、彼のそのあなたの期待を上回ろうとする努力、さっきも言ったように何をしたかというよりは、期待をね、上回ろうとしてくれているんだ、あなたを喜ばせようとしてくれている、あなたを笑顔にしようとしてくれている、その姿勢がね、彼のあなたに対する愛の強さだというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして3番目はこちらです。はい、まあ、気にかけてくれているということですよね。まあ、常にあなたが何をしているか、あなたが困っていることがないか、あなたがね、元気で健康でいるか、そんなことを常に気にかけてくれていて、何か力になれることがあったらいつでも力になりますよ、あなたが本当に困っていることがあったらすぐにね、駆けつけてくれる、すぐに声をかけてくれる、まあ、もちろんね、力になれることなれないことあると思います。まあ、だけども、まあ、なんかね、できることないかなというふうに一緒に考えてくれたりとか、その気にかけ方っていうのはいろいろあると思います。まあ、電話をしてくれるとか、まあ日常的にね、まあ、どうでもよさげなことでもあなたに声をかけて話をしてくれるということなのかもしれない。まあ、それこそね、 SNS 的なところで、まあ、いいねを押すとかさ、まあなんかコメント残すとか、まあ、そういうところで僕は常にあなたを見ていますよ、僕は常にあなたの近くにいますよ、僕の心は常にあなたのそばにいるんですよということを、まあ、アピールしてくる。いや、それはなぜかっていうと、好きでもない女にそんなことするか、好きでもない女のことを気にかけるかというと、そんなことはないよね。だから本当にね、身近でお友達関係だとかね、まあ、ビジネス上の関係だとか、今何か共にプロジェクトに取り組んでいて、まあ、それがね、なんか仲間として気にかけなければいけない場面っていうのはそれはあるかもしれないけど、でもそういう関係でもないよねと、まあ、いわゆるこうお友達にちょっとこうね、毛が生えたというか、まあ、その延長でちょっと恋愛ごとに発展するかしないかみたいなところにもかかわらず、あなたに対してさ、一生懸命気にかけてくれたり、まあね、前の方でも言ったように無理してあなたに合わせようとしてくれたりとかさ、その期待を上回ろうとしてくれてるということは、それだけ僕は君のことを考えている、僕は君のことをそれだけ好きでいるんですよ、分かってる、この気持ち届け俺の思い、みたいな、そんな心が彼の中にあるからじゃないでしょうかという、そんなお話でした。さあ、そして4番目はこちらです。はい、圧倒的な特別扱いなんですよね。圧倒的、他人と比べてあなたにだけは明らかに違う態度や行動、周りが見た時にね、なんかドン引きするぐらい、なんで彼女にだけああいう接し方するわけ、なんであの子にだけああいう態度なの、というふうに、まあ、思われてしまうぐらい圧倒的、完全にね、好きになってしまっているから周りがどう思ってるかなんてね、あまり気にならないんです。まあ、多少はさ、大人の社会であればね、周りがちょっとこう引いたりしないように、そんなに特別扱いをねしたりはしないようにするんだけど、でも好きになっちゃってるからね、わけわかんないんですよね。だから圧倒的に特別扱いをして、僕は君のことをこれだけ思ってるんですよ、これだけ好きでいるんですよ、その特別扱いの方法もね、まあいろいろあると思います。まあ、他の人にはね、ちょっとしたお土産をねポーンと買ってくるような人なのに、あなたに対して何かね、まあ、他の人とは圧倒的に違う何か箱入りのね、お土産を買ってくるっていうことなのかもしれないし、他の人にはさ、まあ、何の声もかけずに、まあ、自分一人でコンビニに買いに行くのに、あなたに対してだけは、ちょっと俺コンビニ行くけど、なんか一緒に買ってこようかみたいなことを言ってくれたりとか、他の人にはね、全く挨拶もしない、まあ、してもさ、こんにちはなんていうぐらいの話があなたに対してだけはやたらね、足止めて一生懸命話をしようとするとか、違う、明らかに、というふうに、まあ、思ってしまうような彼が態度をあなたに見せてくれる時は、
まあそれだけね、あなたのことを好きだし、まあ無意識のうちにね、あなたに対してそうなってしまうということもあるし、逆にね、あえて俺は他の人と違う扱いを君にしてるんですよ、これもちゃんと分かってほしいなということをアピールするためにね、あえて圧倒的に分かりやすく見えやすい形であなたを特別扱いしているということもある。まあいずれにしてもね、あなたのことをそれだけ好きだし、自分の思いをね、それだけあなたに伝えたいからそういう態度行動を見せるんじゃないですかという話、まあだからこういう話の中でもね、させていただいています。やっぱりね、人と人との関わりの中で、まあこの人とこの人ってどうなのかなとかね、この人は私のことを本当にどう思ってるんだろうというふうに考えるとき、やっぱりこう他人との比較の中でね、自分がどう扱われているかということを見ていただくと、あ、意外に大事にされてるねってことはわかるという話はね、ここでもご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク付きますので、まあ、この辺りちょっと見ていただいたりしながら、あなたが圧倒的なね、特別扱いをされているようなのであるならば、それだけ彼の思いもあなたに対して圧倒的であるというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。そして5番目はこちらです。はい、すぐにね、諦めないんですよね。まあ、すぐに諦めないっていうとね、なんか綺麗な言い方ですけど、別の言い方するとね、しつこいとか、くどいとかね、いうことになるかもしれません。あなたに対してね、まあちょっとアプローチをしました。軽くね、なんとかさんご飯行きませんかとか、なんとかさん遊びに行きませんかと言いました。まああなたもね、彼のことよくわかんないから、いやちょっと今忙しいからとか、ちょっと無理だなーなんていうふうに返すんだけど、彼は、いやいやちょっとせっかくだから行こうよ。ちょっと俺なんとかさんとご飯行きたいんだよね。ということで食い下がってくるとかね、まあその場はね、すぐに引き下がったとしても、また日を改めて、まあ、前回ちょっとご飯誘って忙しかったみたいだから、もう一回ちょっと誘いたいと思うんだけど大丈夫みたいなね、いやちょっと今回も無理かななんて言ってたら、また次回誘ってくるとかね、まあ1回2回じゃ諦めないと。それはそうでしょうよ。本当に自分がね好きだし、自分が大切に思っていて、仲良くなりたいなと思ってる人に一言軽くノーって言われたぐらいで、諦めてたまるかということで、まあちょっと食い下がってみたりとかね、まあ何度もアプローチをしてきたりとか、それはだからね、1日2日の間隔で、繰り返しやってくる場合もあるかもしれないし、まあ彼なりのタイミングでね、それがまあ1ヶ月とか2ヶ月空いてまた連絡をしてくるっていうこともあるかもしれない。だからちょっとね、自分の気持ちをどうしてもあなたに伝えたいと思う、その思いがね、あなたに対するくどい姿勢に見えてしまう。だから諦めないということよりは、ちょっとしつこいかなというふうに、まあ、思ってしまうこともあるかもしれないが、それはね、イコールあなたに対する脈ありだというふうに、まあ、思っていただいていいんじゃないですか。ただあなたが本当にね、嫌がってるとか、わあもうちょっと無理だわ、キモいわと思ってるのに、ちょっとグイグイ来るような人っていうのは、それはもう完全にね、あなたの気持ちを尊重していないというか、単純にね、もう自分の思い、自分の都合だけでグイグイ来る人だから、それはね、あなたのことを愛してるかというと、まあ、そうじゃなかったりもするから、そのあたりはね、まあ彼のその誘い方であるとかね、人となりっていうところもよく合わせてご覧になっていただいた方がいいのかもしれません。さあ、そして6番目はこちらです。はい、はっきりとしたね、もう愛情表現ですよね。もうそのまんまです。はっきりと好きっていうふうに言う、あなたのことを好きなんですよ、僕はなんとかさんを大切に思ってますよ、なんとかさんとお付き合いしたいと思っているんだということをちゃんと言ってくれる、そこまでのことをさ、そうそう簡単に言うかっていうと、そうそう簡単に言う人もいっぱいいるんだけど、まあ、彼がね、そういうこと、そういうタイプ、軽々しく好きとかね、付き合おうみたいなことを、あれ、俺たちツインレイだよね、だったら俺たちちょっと結ばれた方がいいんじゃないかな、だってほらほら今日ね、もう時間大丈夫でしょ、だったらもう泊まりに行こうよとかいうような、あからさまな怪しい人だったら、それはさ、もう流していいんです。でもそうじゃなくて、日頃ね、あなたに対して誠実に接してくれているし、まあ、周囲の人ともね、ちゃんとこう社会常識を維持してしっかりとコミュニケーションを取れるような方が、今時ね、好きとかさ、愛してるみたいなことを言うっていうことは、よっぽどの思いがないと言わないし、まあ下手すらさ、セクハラとかで怒られちゃったりもするんでね、まあそういうリスクもちょっとね、こう乗り越えて、でもあなたに対してその気持ちを伝えたい、結果ね、ノーと言われることがあるかもしれない、結果自分が振られてしまうことがあるかもしれない、傷つくかもしれない、だけどもそのリスクを負ってでもね、あなたのことを好きだし、その思いをね、あなたに伝えたいという気持ちから、そういうことを言っているわけで、あれなんだろう、この人酔っ払ってんのかなとかね、なんかネタで言ってんのかなというふうに思うことがあるかもしれないけど、まあ、ネタで言いそうな人とかね、酔っ払って誰かで構わず口説いちゃうおじさんとかだったら、まあそういう話でいいんだが、そうじゃないんだったら、まあそういうふうに思ってくれてるんだなっていうふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして最後7番目はこちらです。はい、
既成事実化をね、してくるんですよね。まあこれは多少強引な人なんで、ちょっと危ないっちゃ危ないのでね、まあネタとして聞いといてもらえればいいんですけど、あなたがね、なかなかこううんと言わないというか、まあ、あなたがなかなかね、こう好きという彼の思いに対して答えてくれるような気配がないぞ、でもノーじゃなさそうだなという時に、もう彼の方からね、もう強引に、いやほら俺たち付き合ってるじゃんとかね、お友達にも、あうちの彼女とかね、うちのもう嫁さんの候補だからみたいなこととかを、まあ勝手に言ってくる、勝手にそういう体で進めてくる、いついつご飯行こうよとかじゃなくてね、いついつご飯行くよみたいなことを彼が勝手に決めてくる、まあそういうタイプの男性もね、今だけはあんまり多くないかもしれませんけど、ただそこまでね、ちょっとこう勝負かけてあなたに対して、多少強引な姿勢で挑んでくるということは、まあそれなりのね、覚悟を持ってあなたに接してきてる、あなたに対してその思いをね、分かってほしいな、なんだったらこのままね、付き合っちまえとかね、なんだったらこのまま俺のものにしてやれみたいな、まあ割とこう強いオラオラ系の気持ちでね、あなたに言ってる時だったりもするから、だから遊びで、ね、そういうことをやるかっていうと、遊びでそんなことやると大変なことになっちゃうんで、割とね、本気の思いで過ごしていることなので、まああなたはそれが嫌じゃなければね、まあああそうなんですか、じゃあまあ付き合ってる手で来てるってことは、まあじゃあ付き合ってるってことでいいんかねっていうふうに、まあ乗っかればいいし、おいおいちょっとふざけんなと、そういうことじゃないだろうということで、突っ込みどころがね、まだあるんだったらそこはちょっと突っ込んで、まあ待ってというふうに、まあ言ってあげてもいいのかなと思います。男性は逆にね、まあ女性にある程度こう既成事実化されて強引にグリグリやられた方が好きだったりするというお話はね、こういう話の中でもご紹介差し上げたんですよね。これ男女逆のバージョンですよね。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もある、まあ、だからどちらかというとね、まああんまりこう男性の方からグイグイという風なケースってあんまりなく、女性の方がねグイグイといった方がうまくいったりするケースが多いので、まあそんなにねグイグイ来られる方っていうのも今時は多くないかもしれませんが、彼がそういう態度を見せてきてるんだったら、まあそれはそれでそういうことだよねというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。もちろんね、細かく上げていけばこれ以外にもいろんなアプローチがあると思うんですが、まあ、こういう態度をねあなたに分かりやすく見せてきているということは、それなりにあなたに対する気持ちが本気であるということについては間違いはないんじゃないかなというふうに思っていただいていいと思います。ただとはいえね、じゃあ彼が既婚者だったりとか、あなたから見た時に実はそんなに好きじゃない男性だったりすると、それはそれでね、まあ待てという話にはなったりするから、彼がそう思ってくれてるからあなたがそれに答えなければいけないいけないという話ではなく、それに対してね、まあじゃあどうするか、受け入れるか、それともシャッター閉めてほっぽり出すか、どうしようというのは、あとはあなたの選択ご判断ということになるので、参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。